営業部長兼幸せ部長を兼任しております、こちらの方にご登場いただきましょう。くまモンです。くまモン、はい、どうもこんにちは。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではこれからくまモンと、そしてお姉さんと一緒に進めてまいりたいと思います。お姉さん、よろしくお願いします。はい、一緒に参加していただけると思います。もちろんです。ありがとうございます。やったー、くまモン。じゃあさあ、まずは紹介しましょうかね、はいはい、自己紹介したいと思います。改めまして、皆さんおはようございます。おはようございます。ありがとうございます。熊本県からやってまいりました、熊本サプライズくまモン隊隊長のくまモンです。よろしくお願いします。ですよ。さあ、よかったらそんな遠くからじゃなくて中に入ってきてください。うん、みんなおいでよおいでよおいでよ。せっかくくまモンが来てくれたんで、どうぞどうぞ。中にどうぞ。この後体操がありますので、ちっちゃいお子さんとかも一緒に踊っていただきやすい体操なので踊ってほしいと思います。はい。さあ、今回ですね、くまモンがこちらに、ありがとうございます、お邪魔したのがですね、はい、熊本県の木材のブースが、はい、この後皆さんと一緒に行きたいんですけれども、はい、それがあるということで、他にも熊本県産の美味しい食べ物とかがあるということなので、うん、その応援にやってまいりました。そうですか、はい、熊本地震の時もね、僕も被災したんですけれども、熊本なので、その時もね、本当にこの木材で助けられたっていう人たくさんいますからね。もう一度ね、皆さんもね、自分のお住まいを考えていただきたいと思います。いつ地震があるか分かりませんから。そうですね、はい、そういったですね、きっかけにもなればと思いますので。さあ、皆さんですね、今日初めてくまモン見たよっていう方、どのぐらいいらっしゃいますか。初めてくまモン見たっていう方、ありがとう。結構くまモンはもう認知度高いですね、やっぱりね、さすがに。おかげさま ね、やめろよって、どういうことやめろよって。ありがとうございます。福岡県は熊本県のお隣なので、くまモンよくお邪魔させていただいております。はい、ね、車でね、来れる距離だからね、2時間弱で来れますので。さあ、今からですね、ご披露させていただく、はい、くまモン体操なんですけれども、うん、先ほど一斉さんからもご紹介ありました、はい、くまモン営業部長兼幸せ部長という肩書きで、はい、日頃から熊本県の美味しい食べ物であったり、素敵な景色、うん、そして皆さんの身近にある小さなサプライズ、この3つをまとめて熊本サプライズと呼んでるんですが、はい、これがギュギュッと詰まった、そんな内容になっております。わかりました。はい、じゃあですね、早速もう練習から入っていきたいと思います。そうですね、はい、皆さん一緒に参加してくださいね、その場で構いませんので。じゃあ、立てる人が一緒に立ってね。そうですね、せっかくですから体を動かしましょうか、うん、まだスペースもありますので、うん、ちっちゃいお子さんとか特に、いいです、ありがとうございます。立って一緒に踊ってほしいと思います。みんなで踊りましょう、うん、良い子のみんなを集まってください。はい、中に入ってきてください。どうぞどうぞ、今からくまモン体操披露します。じゃあ、練習する場所なんですけれども、熊本県においでおいでという気持ちを込めて手招きを3回やる部分が出てきます、はい、ここがくまモン体操のサビの部分になるんですけれども、ここをやりたいと思います。じゃあ、まずは皆さん片方の手を腰に当ててください。この手を腰に当てます。さあ、くまモンも腰に手当てますよ。よいしょなんか笑いが巻き起こってますけれども、そこが腰なんですね、くまモンのね。そうなんです、初めて知りました、はい、ここが腰なんだ。ここが腰です。いいですよ、はい、はい、そしたらもう片方の手を斜め上にシャキンと伸ばします。せーの、シャキーン。はい、そしたら伸ばした手で手招きを3回やります。せーの、おいでおいでおいで。そしたら次に両手を2回回していないいないばーとやります。じゃあ行きますよ、せーの、両手を回していない
とうございます。そしたら次に熊本県のシンボル熊本城のポーズを作ります。これは頭の上で三角形作ります。はい、伊勢さんも作っていただいております。はい、さあ皆さんも作ってくださいね。頭の上で三角形です。はい、じゃあ熊本も作りたいと思います。せーの、熊本ジョ。はい、すいませんお姉さん、話と違うんですよね。頭の上で三角形作るんでしょ。熊本は熊本にしかできない熊本城があるんです。はい、あ、そうかそうかそうか、そうなんですよ。こういう熊本城、あ、そうですね、ごめんなさい、ごめんなさい、こういう熊本城です。かわいいですね。はい、ありがとうございます。はい、熊本城、じゃあ3回作りますよ。せーの、熊本城、熊本城、熊本城、ありがとうございます。そしたら最後にお尻をプリンと出してよかったのポーズいきます。一斉さんもよかったらお願いします。はいはい、せーの、よかったここはですね、恥ずかしがらずに皆さんもやってください。そしてシャッターチャンスでもありますので、カメラでしっかりとシャッターチャンスなんですよ。可愛らしいお尻プリッと出して。こんなクマも曲がるんだ。曲がります。こっちの方が珍しいですねはぁ、器用ですから。はい、もうね、もうみんな一切練習せずに写真だけ撮ってるんです。やっぱ気になる、気になるから、可愛いですから。会えないからね、会えないからね。ということで今の流れがサビの一連の流れになりますので、他にもいろんなポーズ出てくるんですが、クマも見ながら真似してほしいと思います。はい、はい、じゃあもう早速本番行きたいと思います。クマもよかですか。本番行って OK ですね。はい、はい、じゃあ伊勢さんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあよいかのみんなも一緒に踊りましょう。はい、行きましょう。クマも体操ミュージックスタート。まずはクマも77カロリー。
キロカロリー、そうですね、消費したらこうなるよっていう、いい例えなのかな。ここにちょっとポケットが出てますけど、そうですね、これもレアですね、はい、これ写真撮らなくていいんですね。こんな感じでヒュッとね、続けていただければ。でも嬉しいのが、会場見てたら結構踊れる子供たちが多かったっていうのがびっくりしました。踊ってくれてた子もね、ありがとうございました。先ほどもご紹介しました、熊本県の木材のブース、はい、それから県産品のですねブースを紹介していきたいと思いますので。そうですね、はい、そしてこの会場をですね熊本が歩いていきますんで、一緒にお写真を撮りたい方は一緒にね移動していただけたら写真も撮れますんで、はい、じゃあ行きましょうか、お姉さん。はい、じゃあ熊本行こう、ありがとうございます。